9時30分になりました。今日のこの時間は NHK 松山放送局からほぼ俳句バラエティつぶやく五七五をお送りします。 MC は私 NHK 松山放送局アナウンサーの中倉隆道です。この番組はですね、俳句番組ではありません。ほぼ俳句なんです。このほぼがポイントなんですよ。俳句に欠かせない季語はなくても全くもって大丈夫、五七五で自由に気楽に表現してもらおうという番組なんです。番組ではですね、五七五作品を俳句ではなくてつぶやく、この句というのはひらがなではなくて俳句の句、漢字の句としてつぶやくとしてご紹介をしていきます。さあゲストをご紹介しましょう。つぶやくことならこの方、タレントのつぶやくしろさんです。どうもこんばんは、つぶやくしろです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。つぶやくさん、はい、ツイッターで今大人気ですよね。ありがとうございます。フォロワーの数はなんと40万人余りもいらっしゃるそうで、はい、なんかね、ありがたいですね。すごいですね。はい、あの最近では、はい、あの小説、はい、書かれたそうで、はい、イカと醤油という、はい、父とこの物語を描いたんだそうですね。全然ふざけてない、ちゃんと真面目な小説を書いてみました。あ、小説家もデビューされて、はい、本当に活躍の場を広げてね、はい、そんなつぶやきさん、ありがとうございます。ぜひご一緒よろしくお願いします。お願いします。さてつぶやきさんは、はい、栃木県ご出身ですよね。はい、あの東北関東大震災で被害があった地域でもありますね。はい、あの現在被災地でこの番組をお聞きの方もいらっしゃるかもしれませんので、そうですね、一言いただけますか。はい、被災地の皆さん、本当あのまだ不安な日続きますが、でも日本全国みんな同じ気持ちです。ですから頑張りましょう。まあ本当に無理やりにでも笑顔とか作って気持ちも晴れてきますし、そういうもんで、ね、その前にあったっていうか、あの日常を戻すというか、はい、日常をもなんか手に入れるというか、そういうふうにあの今日も心がけて、日常を届けたいですし、そこに戻るようにみんなで頑張りましょう、ね。はい、今のつぶやくさんの笑顔という、はい、あのキーワードありましたけれども、番組にもツイッターやホームページなどで、皆さんからメッセージがたくさん寄せられました。ありがとうございました。一つだけあのご紹介させていただきますね。はい、熊野真央さんからいただきました。涙より微笑み届け各地から、まあ、こういったね。そうですね、もうそっちですよ。はい、もう微笑み、ね、涙もう十分ですよ。はい、その後はもうそういう波ですよ。普通喜怒哀楽、小さい喜怒哀楽いっぱいみんな日常であると思いますけども、ちょっとたまたま大きいのに来ちゃいましたが、もう今度はもう笑いですよ、ね。はい、でこの番組で本当にね、少しでも元気になって、はい、顔がほころびようになってもらいたいですね。そうですね、一瞬でもそういう辛いこととか忘れて、はい、鈴木さんよろしくお願いします。お願いします。さあつぶやくをより深く味わうために強力な助っ人、松山市在住の若手俳人佐藤彩香さん、25歳です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐藤さんはあの俳句界の次世代を担うお一人と言われているそうですね。ああ、ありがとうございます。あの俳句ではないこのつぶやくは俳人としていかがですか。いや、ちょっとね、俳句界ではね、そういうのはあって、何ダメなの？人もいるかもしれないですけど。じゃあどうだよあんなのとか言われるかもしれない。いやいや、それがね、でもこんだけ今回もすごいいっぱい集まったから、どんどんもっとメジャーになるとそんなこと言ってらんないよ。もうやっぱこっから面白い波をね、起こして、そう、俳句側にも認めさせないとね。そうよ、わかるけどね、当然そっちもわかりますよ。温故知新わかります。でもこれもう地デジ化ですか、新しく。いや、はい、全部超越して面白いっていうのをね、目指していきたいですね。はい、ニュータイプでいい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そして10代を代表するこんな方にも来ていただきました。去年10月に愛媛で誕生したご当地アイドルグループ、姫キュンフルーツ館の桜子さん、18歳です。よろしくお願いします。
全員名前とあの年齢も言われちゃうんですね。25歳とか18歳とかね。ちなみに僕40になっちゃいましたけど、ね、僕があの30代なので10代から40代までじゃあ何倍なこのスタジオ僕最近40なんだけどもう40代の代表なんですか僕40代何が重いなそれ荷が重いな大丈夫かなそれそれもね、ね、あの桜子ちゃん桜子ちゃん575っていうものに対しては馴染みっていかがですか。あの学校の宿題とかでこうしたことは作ったことはあるんですけど、うん、普段は作ったりしないのでこう、うん、今回この575のリズムを楽しみたいです。えらいいいね、なんか、うん、この言葉の間に575が入ってるかなって見つけちゃいたかったけどなんか聞こえましたそこはないわね。そんなんいいのそういうんじゃないよ、うん。さあこんな4人でお送りしていきます。この番組はですね実はつぶやきさん、はい、ツイッターで実況生中継もしておおそっち見ながらでも楽しいね、だから作品を文字で確認しながら楽しむこともできるんですよ、うん、なるほど。でこの実況はですねツイッターのサイトに入っていただきまして、はい、@NHK_A_松山のアカウントにアクセスをどうぞしてください、うん、またあの番組の公式ホームページがパソコンでもありますのでNHK 松山放送局のホームページからご覧になってください、はい、もう言葉で聞くのとまた字で見るのとまた感じ方が違いますから2つ味わってほしいですね。ねえ、はい、それではこの後9時55分まで NHK 松山から生放送でお送りしていきます。後書きは坂の途中の蜃気楼つぶやく575。さあそれでは皆さんから寄せていただいたつぶやくを見ていきましょう。募集しているお題は失恋と恋にまつわる秘密の2つ。まずは失恋からゲストの皆さんにはですねこれまでに送られてきた作品からグッときた作品を選んでいただいています。まずはつぶやくさんいきましょうか、はい、最初はですね失恋からですね、千葉県のリリーさん26歳女性の方です。一番ね好きな人には好かれない、一番ね好きな人には好かれないっていうね、この分かります多分みんな分かると思うんですけどもね。分かりますね。なんかじゃない人からは好かれたりするんですよね。全然ノーマークのとこからキラパスが来る時あるじゃないですか。でも自分がマークしてる人は全然こっち見てくんないっていう、ね、ありますよね。もう女子が見てるから体育とか頑張ってるのに全然俺見てないよなさっきからっていう男子は頑張ってんのよ。そうですね。そうありますね。いや女の子もあると思いますよ。この男の子だから給食配るときちょっと多めに入れてあげようっていう他のこと絶対やったことある絶対女の子ってそれやってると思うの。この子にはあのちょっと多めに入れてるけどそれ分かってくれてるかなもう鈍感なんだからみたいな。佐藤さんあるんですか、まあ、いやこういうのよくやってますけどね。こうずっとその人だけ見てたり。あら俺さっきから視線感じんだよな。なんで無視するのそこね。なんなのもう。桜子ちゃんもどうですか。いや私はあんま好きな人が行ったことなくて、うん、分からないんですけど、まあ、給食の話だったら、うんまあ、大盛りにしてって言われたら素直に大盛りにしてたって、うん、ちょっとこっちだったら好きな子にはちょっと大きめの冷凍みかんあげたりさ。あ冷凍みかんあんま出ませんね。冷凍みかんあんま出ないのそっかそっかそっか、はい、じゃあでは、桜子ちゃん行きましょうか。あはい、静岡県ペイさんからです。36歳女性の方です、はい、呼び出され友への恋文託される呼び出され友への恋文託されるです。これつぶやきさんどうですか。いやまず桜子ちゃんの意見聞こうよ。あはい、うん、なんか片思いだった男の子に呼び出されてワクワクしてたのに、うん、なんかこう渡されたのがこう自分じゃなくて自分の親友へのラブレターっていうのは本当一番辛いパターンというか、うん、失恋として一番傷ついてしまう気がしてかわいそうだなと思って。そうだよね。こういうなんかなんか壁パスみたいに使わないでみたいな感じだよね。走りみたいな。でも僕はね人生ねこの経験って絶対必要だと思う。あると思う。なんかその間を取り持たなくちゃなんない時ってあるし、な日本人的だし、そうね、なんか直接言えないね。この気持ちが分かる。そのねあの
向こう自分の気持ち分かってくれてないかもしれない、だから頼まれたり、何なの失礼だよと思うかもしれないけど、俺こういうこと大事だと思うよ、若いうちにやっとくって、自分のアピール力が足りないってことですかね。どうなんでしょうね、まあ、アピールも足りないかもしれないけれど、そういうなんか友達と友達間をつなぐっていうのも人を知る上ではいいかもしれない、だし、嬉しいと思うよ、もしでも自分が好きな人だったらね、それがね、だから難しいよね、自分は歯がゆいですよね。女の子同士でどうなんだろう、男ってあんま、まあね、あんま女の子同士ありそうだよね、あんまことはないですよね、あの人好きなんだけど、だからやって私のあなたの時も私やってあげるからとかありそうだよね、交換条件でね、なかなかちょっと話が膨らんで、はい、次行きましょうか、佐藤さん、はい、行きましょうか、はい、埼玉県のさくらさん、はい、38歳女性の方です。その人の名前つぶやくだけにした、その人の名前つぶやくだけにした、これちょっとね今回つぶやくともね、引っ掛けてもらっててね、でしかも失恋って言ってるのに全然その失恋しましたみたいなことを前に出してないところがね素敵だなと思いましたよ。つぶやくだけにしたっていうところでね、エピソードも添えていただいてますけど、思いを打ち明けようとしても勇気がなくてできなかったと、まあ、これも分かりますね。さくら子ちゃんもこういう時期だよ今ね。とりあえず名前書いてみるみたいな、ね、僕らの時代だったらノートにその人の名前を書くみたいな、気持ち悪いですか、気持ち悪いですか、分かります、分かりますよね、ちょっと分かりますよね、でそこをちょっと書いた、はい、あの他の人に見つからないように黒く塗りつぶしてそう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 さあいいですか、はい行きましょうか、福島県大悟ママさん41歳女性の方です。なぜだろう男はみんなフェードアウトなぜだろう男はみんなフェードアウト、これね申し訳ないんですが男の人全員わかると思うんですよ、あのね男の人の方が優しい、これよく言うと、まあ、あのね確かにね、伝えて女性の涙を見たくない、だからってでもはっきりしないのは良くないよ、だけどもそこグジグジしちゃうのは男の方が、女の人の方がスパッて言えるよね。ああ言ったことあります、言ったことあるの、うわそれっぽいもんだって怖いもん、もういい、うん、あなたのことはいいって言ってうわそれシャットアウトも怖いけどね俺フェードアウトでいい、シャットアウト怖い、やっぱりあなたのことはいいなんて言われたら、まあ、傷つき度を比べるとフェードアウトの方が僕ら男性はいいかもしれない、ね、うんそうですね、じゃあ もう一個私はい、いいですよ、何言い合いなの、言ったもん勝ちなの、もうそうしましょう、あそうしましょうか、はい、流れ星子さん53歳女性の方です、はい、携帯の待ち受けにいる君を振る、携帯の待ち受けにいる君を振る、これ待ち受けにしてるあなたのことなのに振っちゃうっていう、振ってくれてる感じがね、これも失恋みたいな、そこまで本人に言えないけどここまでなら振っちゃうとか、そういうことかな、違う、いやその好きでも振らなきゃいけない、あーなるほど、ここは最後に残したけどこれさえもってことね、あー桜花ちゃんいいの、今の短く言いましょうか、はい、はい、振られたと、あ、間違えた、神奈川県少年の船さんからです。39歳女性の方、振られたと思ったけれど振っていた、振られたと思ったけれど振っていた、フルフル対決みたいな、はい、なんかこうその説明でこうもう家族みたいな存在だからって言われて、その人は妹かと思って号泣したけど、でも後で彼に聞いた時になんか家族イコール嫁だったという思い違い、嫁だと思わずなんか妹かお母さん扱いなのかな、嫌だな、じゃあいいですっつったら、あ、そういう本当の一生いる人だと思ってくれてたんだっていうね、なるほど、皆さん本当にありがとうございました、あもう一個読みたいのあんだよ ね次に行きましょう、失恋のコーナーでした、風はもう冷たくない、乾いてもいない、つぶやく575、
さあ NHK 松山放送局からお送りしているほぼ俳句バラエティつぶやく五七五、番組ホームページやツイッターから寄せられた皆さんからの五七五の作品つぶやくをご紹介しています。ツイッターでは実況も行っています。どうぞご覧ください。さあつぶやくさん、もう一つのテーマ、恋にまつわる秘密見ていきましょう。おー、秘密ね。はい、わかりました。神奈川県京子林45歳女性の方です。年齢は見た目でいいねバレるまで年齢は見た目でいいねバレるまでっていうね、おっかねえわ女性は。まあ、この人ね、だから出会った時からなんか4つぐらい下に見られたの、旦那さんから。で結婚申し込まれて、それ何婚姻届も見えないようにして書いて、でも主人はね、旦那さんは一生のクイズだとか脳天気喜んでんだ、うん、だけど実家でなんか昔のなんか症状かなんか見せられて年齢バレちゃったらしいんだけど、だってこの人今45歳って書いてんだけど、ね、いつ結婚したか知んないけど結構ずっと黙ってたんだね。じゃあ怖いよね。すごい若く見えるってことですよね。そう、いいことですよね。逆しかないですよ。あ、老け、そう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 。あやか最初なんですか。あやかちゃんは25って聞いて、うん、もう俺45だと思ってた。そしたら25っていうか、あ、嘘ってごまかしてんのかなと思って、最初の前回の放送の時はそこまで突っ込まなかったけど、うん、今初めて45って言われましたよ。あ、そう。でもあのその後一緒にあのみんなでお食事会やって、すごい面白い人だなって分かって、後々話していきたいと思います。では、桜子ちゃんいきましょうか。はい、千葉県リリーさん26歳女性の方です。部員には見えないように目で合図、部員には見えないように目で合図。はい、なんか部活での恋愛禁止があったので他の部員には知られないようにというなんで、あ、だからもうスポーツやっても集中してないね、多分合図ばっかりして、ね、はい、そのアイコンタクトはいらないよっていうね。そっちのアイコンタクトじゃないんだけどね。でもこれは僕経験ありますよ。またさっきからな、なんかちょっとモテてました、昔モテてましたみたいなの出してるけど、昔です、昔です。あれ今は、今はなかなかなんですけど、でもあのやっぱり石田純一さんみたいな髪型してるなかなか部員に言うと冷やかされちゃうから言えなくて、なんかお互いがこうなんか合図してウインクしてる。何こそ、部員にこうなんかちょっと触れてみるみたいな。混ぜてるな、何もう。すいません、僕の話になって。そうよ、別に聞きたくないよそんな話。じゃあ佐藤さん行きましょう。桜子ちゃんの話聞きたいのにさ、僕もありましたよって急に喋り出したよ。じゃあ、はい、佐藤さん、はい、いいやつ、はい、いいよ。福島県ターシャさん51歳女性の方です。うん、霜柱朝焼けを見に君と行く、霜柱朝焼けを見に君と行く。なんかいいね、これちょっとね、あの俳人としては選んでおきたかったんですけど、あの朝焼けを見に行くんですけど、うん、そこで君とが差し込まれてますよね。うん、はいはい、これを秘密で出してくるってことは君と行くっていうのが秘密なんですよね。なるほど、そういうことですね。で、その君に行く途中に霜柱があるみたいな。おお、綺麗な世界も出てきていいじゃないですか。なんですかこれ、盗聴的な。ね、すごいな。いや、もう春だから霜柱はあれかなって思ったんですけど、この方福島県のお住まいということで、まだ雪降ったりしてますから。そうですね、すごい実感もあっていいなと思いました。いいね、いい秘密です ね。またつぶやくさん行きましょうか。はい、東京都たぬきさん33歳女性の方です。本当はね、とっても足が臭いのよ。本当はね、とっても足が臭いのよ。やだよ、これは秘密にしておきたいでしょ。だって多分ね、たぬきさんはすごい可愛い、その見た目とのギャップ。あー、ギャップないです。でもいつか言わなくちゃなんないっていうか、知られると思うこの臭さみたいなの。やだ、うん、でも言っちゃう女の子なのに言えちゃうあたり可愛いです。まあ、はい、ね、はい、もう桜子ちゃんももし足が臭かったら言っていいの。言います言いますってじゃあ桜子ちゃん行きましょうか。はい、はい、愛知県のりさん36歳女性の方です。2番目に好きな人でもないあなた、2番目に好きな人でもないあなた、辛い夫のことですと書いてますね。うわー、これは
これはつぶやきさん、いやでも、一番好きな人には振り向いてもらえないみたいな、さっき読みましたけど、でも、一番好きな人とは結婚しない方がいいってよく言いますよね。2番目の人と結婚した方がいいって、幸せになれるでもない、でもないってのは多分結婚した時2番目で、今はもっと3番目4番目になってる可能性があるってだけで、一番じゃないぐらいがちょうどいいんですよ。それで愛された方がいいんですよ。はい、佐藤さん行きましょうか。そうですね、今回実は秘密にマザコンクが多かったの、多かった、思いましたね、みんなマザコンなの秘密にして今まで生きてきたんですかね、男性あと女性が読んだのが多かったじゃん。あ、実は彼が、そう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 、マザコンの中で一番いいなと思ったのが、岐阜県のたんこたっこちさん、これ82歳なのかな、男性、マザコンと人に言われてうなずいた、マザコンと人に言われてうなずいた、え、今気づいたってこと、わかんない、82で気づいたってことマザコンでしょって言われて、うん、はいって言っちゃうのって、あ、そこで言ってくれるんだったらいいかっていうような、でも女性はあんま好きじゃないみたいな、どう、いや、いやですね、あ、そう、そうなんですよ、僕ら男性は意外と気づいてないのかもしれないですね。僕は、まあ、マザコンじゃないですけど、だってもう結婚とかしたら、そら、ね、お嫁に来てもらって、味方が旦那である自分しかいないのに、それ旦那がお母さんの味方しちゃ嫁はかわいそうでしょ。そうです、俺は絶対お嫁さんの味方ですよ、だってたった一人の理解者じゃないですか、旦那が、だから鈴木さんと結婚したくなってきますね。あれ、嘘、あ、そうだ、本当、愛が芽生えました、あれ言っちゃったかな、ごめん桜子ちゃん、僕あやかちゃんとちょっと結婚するかもしれないこれを秘密にしたいんだけど、もう一気全国放送だ、うん、さあ、番組放送中にですね、はい、ツイッターでも、はい、続々と、投稿が来てくださっているみたいで、はい、そしたら佐藤さん、今読んでいいですか、はい、今来たものでですね、失恋の中指の隣の指にあるくぼみ、はい、中指の隣の指にあるくぼみっていうのをガラアドさん、愛媛の方ですね、これ中指の隣ってことは薬指、はい、ってことは指輪のくぼみかなみたいな、すごい、俺人差し指の方で何のこと言ってんだろうって逆の方でしたねああ、そうか、薬、ああ、すごい、なるほどね、うん、今来たのいいね、思いましたよ、その同じ方で猫舌を恥じらう男猿すべりっていうのもあってね、なんか猫舌恥じらってるっていうのも可愛いですよね、すごい、サルスベリってよくすぐ読めたねツイッターでこうやって見るのいいよね。そうですね、文字情報でもこうやって見ることができるっていうのは面白いですね。本当にあの皆さんツイッター、そしてホームページからいろいろお寄せいただいてありがとうございました。ありがとうございます。つぶやきさん、はい、今日お寄せいただいたつぶやく、はい、作品数は、はい、総数で830にも全然違ったじゃないですか、どうしたんですか、なんで間違えたんですか、あの興奮して意気込みしてたら500間違えてしまう、500は575はつぶやく575と間違っちゃったんですよね、もう一回ですか、今いいですよ、830もの、トークいただきました、皆さんありがとうございます。さあ今回はですね、皆さんご紹介した作品の中からキングオブつぶやきスト2人表彰させていただきたいと思います、はい、まずは俳人の佐藤彩香さんに選んでいただきます。佐藤さんには心にグッときた作品一つお選びいただきましょうか。はい、ではキングオブつぶやきストは、霜柱朝焼けを見に君と行くをつぶやいた、福島県ターシャさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。これ理由は、ですね、やっぱりこれはあ、霜柱っていうのが入ったことによってこの世界がすごいできてきたのが良かったですね。俳人ならではの選句ということでした、はい、おめでとうございます、はい、おめでとうございます。そしてつぶやきさん行きましょう。はい、いいですか、はい、福島県の大子ママ41歳女性、なぜだろう男はみんなフェードアウトです。おめでとうございます。フェードアウト、いや
っぱこれはいいですね。これ失恋でこれはいいです、好きですね、面白かったと思いますね、うん、こういうのどんどん欲しいですね、今日そこ疲れたかとバレてたかっていうね、はい、今日、キングオブつぶやきストに選ばれたお二人にはですね、番組特製のマグカップをお送りします。これいいよ、このマグカップ、そこにね、マグカップの底に僕サイン書いて送ります、はい、ぜひこちらもホームページに載っていますのでご覧になってください。さあ、 NHK 松山放送局から生放送でお送りしてきました、俳句バラエティ番組つぶやく五七五、次はですね、次回の放送6月29日水曜日、今日と同じ時間夜9時30分からの放送となります。ちょっと空いちゃうけどね。そうですね、じゃあ番組ホームページやツイッターでも皆さんからの作品を募集しています。どうぞお寄せください、はい、それでは今夜は、この辺で失礼します。6月29日の夜にお耳にかかりましょう。さようなら、さようなら。